はい、どうも、白熊先生です。僕はですね、普段教育界で働いていて、子供たちに勉強を教えてるわけなんですけども、このチャンネルはですね、そんな僕が気になるニュースについて解説考察していこうっていうチャンネルとなっております。今回取り上げたいニュースは何かっていうと、旭川17歳女子高生殺人事件の犯人である内田理子がですね、ついに起訴されたということですね。で、実はなんですけども、今回ですね、あるですね、犯罪、罪でですね、起訴されたんですけども、本来だったらですね、それよりもはるかにですね、軽い罪で起訴される可能性が実はあったということが見えてきました。しかしながらですね、かなりですね、そこで検察がですね、意地を見せてですね、今回の重い罪の方でですね、起訴する方向に持っていったわけなんですね。今回は、それの経緯だったりとかですね、さらに言うと、この被害者の女子高生に対してですね、凄惨なですね、拷問をね、しているですね、動画まで出てきました。その内容だったりとか、そしてその内容をもってしてもですね、なぜですね、検察が意地を見せないとですね、重い罪で起訴できなかったのかっていうですね、この辺も含めてですね、全部話していけたらなというふうに思っております。まずなんですけども、今回ですね、内田理子というですね、女性がですね、半グレみたいなね、人物なんですけども、この人物がですね、女子高生に因縁をつけてですね、橋から落下させて殺したというですね、事件があったわけなんですよね。相手の女性はですね、村山さんというですね、17歳の女子高生です。本当にね、普通の感じの子ですね。別に特別ですね、ヤンキーとかそういう感じでも全然ないわけですね。ちなみになんですけども、この内田という人物はですね、その自分を担当していたですね、刑事とですね、不倫関係にあったということも分かってるんですけども、この辺に関してはですね、僕の過去動画の方でですね、がっつりですね、どういった経緯で知り合ったのか、そしてどういった経緯でバレたのか、そしてその後にですね、警察がいかにそれを隠蔽しようとしたのかとか全部話してるんで、よかったら過去動画の方を見ていただければというふうに思っております。で、なんですけども、まずはですね、これが最初どのような罪でですね、起訴されるような流れになっていたのか、逮捕される流れになったのかっていうことから喋りたいと思います。まずですね、内田はですね、SNS 上にですね、その村山さんが自分の写真を勝手にアップした、投稿したということにブチ切れてですね、電話でですね、その村山さんに対して、どう落とし前つけんの、誰に喧嘩売ってんの、などとですね、言いがかりをつけて駅に呼び出しました。で、その後ですね、自分の射程の女性たちと共にですね、村山さんをですね、軽自動車に乗せてですね、逃げれない形にして4時間連れ回したわけなんですね。で、途中でですね、立ち寄ったコンビニエンスストアなどでですね、彼女に馬乗りになって顔面を殴打するなどですね、暴行して逃げられないようにしたわけなんですよね。で、その後ですね、そのカムイ大橋っていう大きな橋に連れて行ってですね、橋から10メートル下のですね、言ってみたら川まで落としてですね、そして死亡させたということなんですね。ちなみになんですけども、言ってみたら10メートルの高さから落ちたんですけども、落下で死んだわけじゃなくてですね、実は溺死という形にね、死因はなってるみたいです。という何かっていうと、10メートルの高さってことなので、即死亡するほどの高さではおそらくなかったんでしょうね。だから、その落ちた段階ではまだですね、村山さんは生きていたわけなんですね。なんですけども、川の流れがすごく速くてですね、最終的に村山さんはですね、5、60メートルですね、離れたところで発見されたみたいです。なので、落下による死亡という形じゃなくて、溺死という形に、ね、なっているみたいです。で、なんですけども、当初からですね、この内田という人物をですね、警察はですね、狙っていてですね、すぐさま逮捕したわけなんですね。だから逮捕まではですね、非常に早かったっていう感じです。で、なんですけども、当初ですね、警察がですね、内田に対してどういう容疑で逮捕したのかっていうとですね、暴行と監禁とですね、不同意わいせつっていうこの3つなんですね。皆さんですね、ここであることに気づくと思うんですけども、そう、殺人罪が入ってないわけなんですよ。この段階で殺人ではですね、なかなかね、殺人というですね、形では逮捕することがですね、不可能だったわけなんですね。なので、あくまで、拉致、暴行、不同意わいせつというですね、罪で逮捕したわけです。で、この3つでですね、じゃあなぜ逮捕できたのかっていうと、まずはですね、その拉致監禁ですね、ここに関してはさっき言った、その軽自動車の中に入れて4時間連れ回したって件ですね。これも立派なですね、監禁罪に当たるので、これで監禁です。そして、そのコンビニエンスストアで馬乗りになって殴ったっていうのがありますよね。これは暴行罪になります。で、最後のですね、不同意わいせつって何かっていうと、その発見された時にですね、そのね、村山さんがですね、全裸の状態になっていたわけなんですね。つまり服を脱がしたわけなんですよ。これは女性同士であれですね、相手の服を脱がすっていうのは、これ不同意のわいせつ行為なので、不同意わいせつという形になります。なので、今言った不同意わいせつ、監禁、そして暴行という罪で警察は逮捕したわけなんですね。だから、あくまでその段階では殺人で逮捕するということがちょっと不可能な状況だったということが言えます。で、そこからですね、そのね、内田はですね、勾留期間に入るわけなんです。
ですね。まあ、基本的にはですね、まず警察の方で、まあ、72時間、つまり3日間取り調べして、その後にですね、検察にですね、送られて、検察で最大20日間の拘留を受けるわけなんですね。で、この拘留で何かっていうと、要は検察に寝泊まりしてですね、まあ、20日間連続でね、取り調べを受けるっていうことですね。で、そこで検察が最終的に何の罪で起訴するのか、それとも不起訴にするのかってことを決めるわけなんですね。はい。まあ、一応ですね、さっきも言いましたけど、逮捕された時の容疑としてはですね、その殺人罪が入ってない状態でした。はい。なので、検察がですね、そのままの状態でですね、起訴まで持っていってしまうと、まあ、要は殺人罪では問えないっていうですね、可能性が出てきちゃうわけなんですね。で、殺人罪で問えないってなると、はっきり言って罪がですね、相当ですね、軽くなってしまいます。はい。まあ、明らかにですね、このね、内田が殺したのはですね、明確なんですけども、じゃあなんでですよ。なんで内田が殺したのは明確にもかかわらずですね、その殺人罪でですね、逮捕を最初できなかったのかっていうことをですね、はい。まあ、これは何かというとですね、まず第一として、この内田がですね、完全にですね、容疑を否認していたということですね。まあ、つまり、このカム・ヨウハシというところに連れて行ってですね、脅したり、服を脱がしたり、顔面を殴ったと、この辺についてはですね、認めたわけなんですね。まあ、しかしながら、そこから落としたのは私たちじゃないと。そこにですね、そのね、村山さんを置いてきたっていうふうに言ったんですね。うん。まあ、つまり、落ちたのは自分で勝手に落ちたのかもしれないし、まあ、わかんないと、とにかく私たちはそこに置いてきただけなんだと、全裸にして、殴って置いてきただけだから、その後のことは知らないんだっていうふうに言ってるわけなんですね。で、そこはですね、まあ言ってみたらその監視カメラとかがある場所でもないんですよね。で、そうなってくるとですね、その内田が言ってることが嘘だっていうことをですね、立証するのが非常に難しいわけなんですよね。まあ、十中八九ですね、内田が落としたことは間違いないんですけども、まあ、そこをですね、カメラか何かで撮影できてるわけでもないし、実際ですね、もう村山さんは死んでしまったわけですから、まあ、いわゆる死人に口なしと言いますかですね、本当のことがなかなかわかんないわけなんですよね。だからこそ警察は最初の逮捕の段階で、殺人罪で逮捕することは難しかったんですよ。まあ、しかしながら、その服を脱がしたりってやったりとかですね、また、おそらくですけども、そのね、その死体が全裸だったりとか、あとは顔に殴られた跡があるとか、そういうところから見てですね、いわゆるそのさっき言ったね、3つの罪でですね、逮捕することにしたわけなんですね。はい。まずはそこで逮捕しようというふうに思ったと。うん、で、その後なんですけども、取り調べが進んでいく上でですね、なんと、その村山さんに対するですね、拷問動画が見つかりました。これは何かというとですね、そのスマホでですね、まあ、撮影していたわけなんですけども、そのね、内容とはですね、かなりですね、ひどい内容になっていました。まずなんですけども、その村山さんに対してですね、服を脱ぐように命令するわけなんですね。そこで服を完全に脱がさせます。はい。まあ、ちなみにこれは全部橋の上で行っていることだと思ってください。橋の上でですね、その女子高生17歳の女の子にですね、命令して、服を無理やり脱がさせるわけなんですね。で、服を脱いで全裸状態になるわけなんですよ。はい。まあ、北海道なので、まだこの時期でもある程度は寒いんじゃないかなっていうふうに思いますよね。で、全裸にさしてですね、なんとそのコンクリの上にですね、正座させるわけなんですね。そして正座させて全裸させた状態で、そこでですね、土下座して謝らせるわけなんですよ。で、それをですね、笑いながらですね、動画で撮影するわけなんですよね。はい。まあ、だから言ってみたらですね、まあ、今後もですね、この動画を使って脅すとか考えていたのかわかりません。まあ、ちょっとね、そこら辺わかんないですけども、まあ、とにかくですね、そこを撮影したわけなんですね。そしてですね、その全裸とですね、村山さんをですね、殴る蹴るなどの暴行をさらに橋の上で、加えました。はい。で、さらにですね、ここからがすごいんですけども、橋の欄干ですね。はい。まあ、要は橋のなんていうんですか、こう手をかけるとかあるじゃないですか。あそこにですね、なんと座らせてですね、そこで改めてですね、謝罪させたわけなんですね。で、さっきも言いましたけど、このカムヨウハシという橋はですね、かなり大きい橋でして、下まで10メートルあるわけなんですよ。で、10メートルって言うとですね、皆さん結構高いですよね。どれくらいですかね、だいたい10メートルって言うと、まあ、家で言うところの2階や3階、まあ3階か、2階か3階か、まあ3階くらいかな、まあ、それくらいの高さですよね。はい。だから、まあ、普通に考えてみてですね、3階とかそれ以上くらいの高さのベランダのですよ、例えば縁にですね、例えば座るってめちゃくちゃ怖くないですかって話なわけなんですよ。全裸でですね、そんなところに座らされちゃうわけですよね。これね、もしかして押し付けられ、ね、ドーンっていう風に押されてそこからピューって落ちたらって考えるとめちゃくちゃ怖いわけですよね。だからわずか17歳の女子高生の女の子がそんな10メートルの高さのところに全裸で座らされて、そしてそこで謝るっていうんですか、謝罪させられて、それをですね、笑いながら撮影するというですね、もう本当にですね、鬼畜とも言うべきですね、こんな拷問ですよね。完全な拷問。はい。だから相当ですね、村山さんこの瞬間怖かったんじゃないかなという風に思います。で、実際ですね、その動画で撮影していたのはそこまでなんですよ。そこまで。はい。そこでその村山さんがですね、その突き落とされる瞬間とかは撮影されていませんでした。うん。で、
実際ですね、最終的には、そのね、殺人を犯した瞬間までは分かんなかったわけなんですね。で、本人はさっきも言いましたけども、私はですね、殺してはいないんだと。はい。そこでそういう暴行をした後に置いて帰っただけだから、その後その人がどうなったかは知らないということですね。だから、ともすればなんですけども、その村山さんが自殺したという形で決着がつく可能性も、万が一にはあったわけなんですよね。うん。だってその瞬間を見てないわけですから、はい。で、そうなるとですね、最終的なですね、検察がね、起訴する方向としては、さっき言った、不同意わいせつ、そして、暴行監禁の3つの罪になるわけなんですよね。はい。だからこれ一体どうなるのかって話なわけですよ。つまりこの20日間の間にですね、検察がですね、どのような取り調べをしたかわからないんですけども、まあ、多分検察としてもね、相当頑張ったんじゃないかなというふうに思います。そして20日間の勾留が終わりですね、今回ですね、7月の3日ですね、ついに起訴されたわけなんですね。で、起訴の内容を見てみたら何かっていうとですね、これがまあさっきから言っていますけども、殺人と不同意わいせつ致死という形でですね、これが決定したわけです。はい。まあ、つまり殺人、この内田という人物がですね、彼女を殺したというふうに検察としては断定したわけなんですね。そして不同意わいせつ致死、そう、不同意わいせつ罪からですね、不同意わいせつ致死っていうですね、こと致死がついたわけなんですね。まあ、つまりこれ何かっていうと、相手に対して不同意でわいせつ行為を行って、かつそれが原因で相手にをですね、死に至らしめたということで致死というものがつくわけなんですね。はい。まあ、だから言ってみたら検察はですね、最終的に内田の言い分をですね、一切信じなかったということですね。はい。まあ、もちろんですね、どういう流れでですね、最終的に殺人というふうに断定したのかは分かりません。もしかしたら厳しい取り調べの中で内田が吐いたのかもしれませんし、はい。もしくは状況証拠とかいろんなものを総合的に考えて内田が言ってることは信用できないということにしたのかもしれないし、まあ、もしくはその内田とともにですね、その射程のですね、女性もですね、逮捕されているわけなんですけども、そちらの方をですね、先に落としたのかもしれません。はい。まあ、どういう流れかは分かりませんけども、何にせよですね、言えることは何かというと、検察はですね、この20日間の勾留のうちにですね、見事ですね、最終的にこの殺人と不動わいせつ致死っていうですね、このまあ人殺しに関するですね、この罪の方で確定させたっていうわけなんですよね。だからここはですね、非常にですね、検察の方々が頑張ってくれたんじゃないかなというふうに思います。だからある種こう検察の意地を感じますよね。はい。まあ下手したらですよ、あくまで下手したらなんですけども、村山さんが自殺、勝手に自殺してそこまで追い込んだにもかかわらず、まあ大きい罪にはならないっていうね、風になってた可能性すらあったわけなんで、これはですね、検察の方相当頑張ってくれたんじゃないかなというふうに思います。で、最後になんですけども、これ殺人と不同意わいせつ致死でですね、まあ起訴されるとどうなるかって話なんですけども、まあほぼほぼ 100% ですね、起訴されるとですね、まず有罪になることは確定なので、でそうなるとですね、罪の重さとしてはですね、まあ普通にですね、懲役何年か行く可能性は相当高いですね。まず執行猶予は 100% つきませんし、うん、はい。執行猶予 100% つかないということなので、まあ言ってみたらですね、懲役はまあ10年とか、いやもっといくのかもしれません。まあただ内容がね、かなりですね、ひどい内容なので、15年とか20年とかいく可能性も、まあワンチャンあるんじゃないかなっていうふうに思います。はい。まあ本来ですね、人一人殺すくらい、まあくらいというと言い方が欲しいですけども、人をね、一人殺すくらいの殺人だとですね、やっぱり懲役20年とかいくことってあんまりないんですよね。まあしかしながら内容がですね、あまりに凄惨な事件だったりとかすると、20年くらいいく可能性もあります。まあただですね、そうなってくるですね、ここで何が効いてくるかっていうと、あの皆さん拷問動画なわけなんですよ。はい。こっちの方がですね、きちんと動画でね、残ってる、つまりそのね、証拠が明確に残ってるわけなんですよね。つまりこのですね、証拠の動画によってですね、内田はですね、自分の首を絞めることになるわけなんですよ。はい。これがあればですね、いかに内田がひどいことをしていたのかっていう明確な証拠になるわけですからね。なのでただの殺人ではなくて、これだけひどいことをしたっていうですね、内容が相当悪い、ね、悪質な殺人ということになって、まあワンチャン20年可能性はあるのかなっていうふうに思います。はい。だから、つまりですね、最終的に何が僕が言いたいかっていうと、この動画がもしかして残っていなかったとしたら、懲役10年くらいで済んでいた可能性もあったんですけども、まあ、この動画がある以上ですね、おそらく15年、いや、下手したら20年いく可能性はあるのではないかというですね、可能性が見えてきたということですね。はい。まあ、最終的にはですね、自分で、ね、撮影した拷問動画とかで、ね、自分の首を絞めてですね、まあね、懲役期間が長くなるというわけなんで、まあ、ほんとね、なんて言うでしょう、はっきり言っちゃいますけど、ざまあ見ろっていう感じですよね。はい。というわけでですね、今回はこれで終わります。この話ですね、ちょっとも共感してくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録ですね、コメントでありましたらぜひよろしくお願いします。どうもありがとうございました。